お疲れ様です。ラットです。なんでもミラーシリーズってことで、まあ今回からですね、まあミラーシリーズをやっていこうと思いましてですね、まあ前までもミラーデッキとか結構紹介してたんですけど、なんかまあそのシリーズ的なのにね、まあまとめた方がまあなんかわかりやすいんじゃないか的なので、まあそういう風にやっていきたいと思いますってことで、まあ今日、まあ、ミラーデッキ使っていくんですけど、まあデッキがこちらですね。はい。っていう感じで、まあ、いつものパターンなんですけど、まあ、なんでもミラーシリーズっていうので、まあ、例えば、まあ、今までだと、まあ、スケバレオミラーだったり、なんかあるかな。なんか、まあ、なんかをミラーしたりみたいな感じで、まあ、いろんなやつをね、まあ、ミラーしていこうと思いますっていうので、今日、まあ、ミラーするのは、まあ、言うて全部みたいなとこあるんですけど、まあ、プリンセスかディガーか、まあ、いつもと一緒っすね。まあまあ、初めなんで、まあ、いつもあるような感じのデッキでですね、いきたいなと思います。ということで、こちらになるんですけど、まあ、エリクサー平均コストが 2.3。で、ウッドではなく、ロリババを採用してるんですけど、これが結構大事。で、いろんなウッドだったり、ロリババだったりでやったんですけど、ロリババの方が、良かった。良かったっていうので、まあ、ロリババにやってるんですけど、まあ、こちら、まあ、とりあえず、リプレイやっぱ1本は見たいっていうので、まあ、対ラバルに対してですね、これはもう完全相性がいいんでね、もうめちゃくちゃいいです。もうラバルなんか、もう余裕のよっちゃんですよ、マジで。本当に余裕なんで、まあ、そっちのはとりあえずまあ見てもらいつつ、あと、迫撃とかクロスは、まあ、言うてしんどいみたいなところあるんですけど、クロスはな、ウッド、ロリーババだからワンチャンあるみたいなとこあるっすね。しかも吹き矢もあるんで、でも死んでから、まあまあまあ、とりあえずね、まあ、ラバルの方見ていこうかなというところで、まあこちらですね、もう初っ端からミラーを使っちゃいますね。ということで、トルネミラーですね。はい。で、まああとはここは、とりあえずなんか転がしてあげて、しっかり、ターゲットを取って、まあ、プリンセスは処理されちゃったんですけどね。まあ、もう出だしで、もう、トルネミラーで、もう、バルーンをキングキッドすれば、もう、勝ちみたいなところですね。まあ、その際に、パピーとか、公園のメガゴだったりの攻撃を受けないように、まあ、ゴブリンだったり、まあ、ロリババだったりでね、出してあげて、まあ、ダメージをできるだけ抑えるっていうので、まあ、1000ダメージぐらいに抑えましたね。っていうので、こっからもう、キングキッドもしてて、もう、プリンセスもいて、まあ、いわばまたプリンセスもいて、まあ、なくても吹き矢がいて、また吹き矢があるわけですし、まあ、さらにはトルネミラーを回してもいいわけですから、まあ、言ったらもう、対空ガンメダみたいなところがあってですね。なんで、まあ、しっかりね、高回転だね、そこをうまく活かしていきたいなと思いますってことで、ちゃんと、まあ、ここはね、処理してあげます。で、もうここは相手、まあ無視できないけど、ここは相手無視してきましたね。もうこの吹き矢がやばい。500ぐらい削ってて、まあこのプリンに相手はコスト割かないといけない。で、このメガゴにミラープリン合わせてもいいんですけど、ちょっともったいないと思ったんで、カードを回して、この吹き、あれはボス系美味しいですね。リガーも合わせて、で、ここはもうどうするんだ。ここは一回置いてっすね。多分プリンセスミラーで、しっかりラバーを処理していきます。でも、吹き矢も出してあげて、かな。でも、今出しちゃうと多分、ファイボで巻き込まれるからか、そうですね。相手が処理してきてところに、もう一回出してあげる。で、トルネで吸ってあげて、で、吹き矢がもう、優秀と。まあ、ここ爆破で、やられちゃうんですけど、UT みたいなのがあるんですね。まあ、プリンセスがどんどん出てきますね。で、まあ、僕がまあ、いつもこういう感じのデッキ使ってるんですけど、まあ基本が、マジの基本が、プリンセスミラー。で、トルネミラー。で、まあ最後の削りに、ディガーミラー。っていうのを、まあこの3種類がまあミラーを使う上で、まあ僕のデッキの系統からして、まあ基本みたいなところあるんで、まあまず、プリンセスをミラーするっていうのと、まああとは、あれですね、ラバに対しては、まあトルネミラーを使ったりだとか、っていうので、まあ、最後はディガーミラー。この基本ですね。まあ、このミラーの基本をしっかり押さえていけば、まあ、なんとかなるんじゃねっていうので、まあ、早速、あと、まあ、2000円かな。
今日はやっていきたいなと思いますっていうので、まあ、こんなにミラーミラー言って負けちゃったらよくないんで、まあまあ頑張りたいですねっていうので、アイスピ、これはアイスピのダメージさえも入れさせないと。でこのロリバは相手無視したら3発ぐらいで殴るんですよ。1、はい、よいしょ。まあメガゴに今殴られたんでね、2発なんですけども、2発で十分みたいなところですね。でもこれ出して、これアイスピ、ああこれ優秀、やばい、これ守りたかったですけど守れないですね。あれはこれ、さてはやばい、さてはやばいみたいなとこあるっすけど、これが守れちゃう。これ多分ゴブリン出さないとミニペック入っちゃうんで出すんですけど、あれですね、今さっきの左のプリンセスのとこになんかアイスピ出したりしたのが無駄でしたね。なんか出したのがコストが、あれは結局守れなかったんで、ああいうところの無駄なコストもこの1コストがすごい大事で、ほんとに1コスでもうタワー折られるか守れるかみたいなところかかってくるんで、まあ、1コスを大事にしていきたいですね。っていうので、まあ、これもう両サイドで、でこれそうスケルトンとかがないんで、まあ、そこをゴブリンでねしっかりカバーしてあげるんですけど、っていうのでもう完封みたいなところですね。これもロリババも出してあげて、これ相手は防衛しないといけない。アウトか。あー痛い。おー、プリンセス、そんなことあるそんなことあるっていうことが起きたけど、このミニペックかな。これね、これマジで辛い。陸系がいないから。いやー、今のはないでしょう。今のはっていうのはちょっとヤバめですけど、相手サンスペルちゃんなんで、サンスペルちゃんに勝てたらめちゃくちゃでかいみたいなのがあるっすね。っていうので、まあでもこれ攻めておかないと形作られたらもう本当にオーバー終わりみたいなのがあるんで、今相手ウッドサイター、これポイズンで多分2体とも同時に処理はされないんですよ。でこれもう一回吹き、もう相手5って言ったら吹き、やばい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 、痛い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 、やばいやばい、やばめですね。さてはやばめ、いやこれ勝ちたいな。だから全然勝てないことはないと思うんですけどね。これロリババニガー、おーうまい、やばい、読まれてた。そんなことある。改善点が分かったな、まあ、ゴブリンがいらないみたいなとこあるんですけど、ゴブリンがもう攻めて優秀なんすよねっていうので、ボコボコやんけ、ボコボコやんけっていうので、しゃあないな。これはこれ勝ちたいな。でも何を変える、変えたいんですよ。でも変えるユニットないんですよ。フキアがスケラだったり、結構まあフキアを防衛しないといけないし、この攻めで結構使えるんで優秀っていうのと、アイスピか。さてはアイスピいらないな。これアイスピがさっきもそんなに意味なかったから、アイスピをコウモリか、でもこれあれなんですよ、そうザップ枯渇になるんですよ。もうザップを打っても意味ない、打っても意味ない、打っても意味ないっていうので、相手のザップを腐らせられるんで、ザップでやられちゃうコウモリは入れたくないんですよね。だから相手のザップを腐らせることができる、バレる、いやバレられたらもう、なんか違う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 、相手がザップを打てない、打ったところで意味がないユニットを入れたいんですけど、まあギャングだよな、そう考えたら。でも重いんすよね。そしたら重い重い重いの嫌なんで、僕重いの嫌なんで、まあスケルトンかコウモリっすかね。さあ、あ、これでいいな。さては。気づいた。これでいいや。ってことで、これでいこう。はい。今のは、まあまあまあ、そういうこともあるよねっていう。まあちょっと、ね、相性が悪かったみたいなところは、まあ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 、まあ。ってことで、さあ、今度はルフィ君ということで、いやー、勝ちたいですね。まあ僕はゾロ派なんですけど、まあルフィは、
さあ、おっと、さあミラー対決ワンチャンみたいな、さすがにないか。これもおーい、コロコロコロン、もう美味しい。あー、これだるい、これだるいですね。これはでからのトルネ、オッケー、このトルネードですよ、これが大事。今相手はホグプラスのなんだっけガゴで7コスを割いたんですよ。7コスに対して僕も7コスですから、別に後取られてないですし、それの代わりにキング起動できるっていう、もう勝ちですね、勝ち。でこれ出したらスケルトン来るんですよ。だからロリーボボ構えてコロコロコロン、はいはい、でこのロリーボボが殴る、惜しい。さあさあさあ、おや、これ多分あれですね、意外とこっちに寄せてみたいな、でもう一回これで処理するみたいな、おしゃれいやマジでマジで遊びすぎじゃないって思ってるかもしれないですけど、今のもトルネードでプリンセスをこっちの陣地入れて処理しようとしたら、もう一回のトルネードでプリンセスが勝手に消えちゃって、しかもホグも防衛できてみたいな、これもうトルネミラーなんかアド取られてるやんみたいな思うんですけど、それがいいみたいなところあるんですよね。あー、これ短いやつ、これあのロリババあるある、短い、もう短い。まあここはコロコロコロンで、まあなんか出るよねっていうので、ここの防衛ですね、しっかりしていきたいのと、はい来た、まあこれなんかこれでいいみたいなところ、ワンチャンフリーズ来たらもう一回トルネードすればいいみたいなところあるんで、いやこれも相手からしたらガンメテやんけと思ってますね。で、これスケルトン用に、あー、一発。あー、これはロリババ転がしてもよかったですね。まあいいや。よいしょ。で、まあこれは確実に抑えるために下に引っ張って、そうですね、もう絶対一発だけっていう抑え方したら、この逆サイのロリババディガーが、ぶっ刺さってタワーがなんか落ちちゃってるみたいなことがあるっすね。あともう回転で回転で、よいしょ、もう何も怖くないですね。ん、違う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 、ゴブリンが怖かった、違う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 ちょ待って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 、遊んでるわけじゃない、マジで煽りとかでも何でもない、真剣にやって、これほんとに、だってこれやばいやばい、回転がやばい、回転回転がやばいですけど、トレンで引っ張ってあげる、オッケー、よしよし、これ相性がいいな。ちょっと待って、これもう一戦やりたいな、これ。面白い。っていうので、もう一戦いこう。よし。さて、終わり。そう、ロリババプラスのディガーのタイミングのコツなんですけど、ディガーを飛ばしてから、その瞬間すぐにロリババを殺すと、転がすと、すいません。転がすと、あれですね。ディガーにターゲットが行って、ロリババが、あの生きるんですよね。とお手本やりたいな、これですね。こういう時にディガープラスのロリババなんですけど、こうディガーを奥に裂いて、その瞬間にロリババを転がすとこうなっちゃいますね。これはですね、もうはい、ごめんなさい、メタカードの吹き矢入れてますっていうので、もう相手のこんな小物デッキスケラ来たらしんどいやんって思うんですけど、これが吹き矢のこの1枚のこのね、こやつによってもう相性がいいみたいなとこまで行っちゃうんでね。ってことは相手これトルネード入ってるから、ディガーをなんか変に奥に出しにくいみたいなのあるっすね。ディガーだけとりあえず出してなんかで受けられる。ああ、なるほどね。いや、これすることないな。これメガゴ受けロリババ、かわいいな。いけ、で吹き矢出して、吹き矢使っちゃったと思うんですけど、まあゴブリンもいるんでね、スケラメタの優秀ですね。これは宝石壊してくれたら美味しくて、はい、壊して欲しかったな。でもこれ、あーやばい、でこの瞬間に攻めるみたいなことあるっす。でこれ、え、やば、ゴブリン優秀すぎん。でこれで相手は別に攻めっぽいできずに、気づいたらロリババが刺さってるっていうので、今のは、え、みたいな、なんでそんな守れたんと思うかもしれないですけど、あの、あれですね、相手がスケラで攻めた瞬間に、こっちも攻めてしまえば、相手は防衛しないといけないんで、なんで、
相手に攻めポイをさせないようにこっちが攻めてしまってますね。攻めてやってます。やばい、これは相手の墓石がいいみたいな。いやこれでもだるいな。これもうすることない。あ、これ吹き矢入って、やばい、これさてはやばい。俺は気づいた。いや、いい防衛。オッケー、いいよ、守れてる。あ、ターゲット、ターゲット、ターゲット。危ない危ない危ない。いいよ、やばい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 。陸いない、陸いない、陸いないよ。陸いないけど作るよ、陸を作るよ。リガ出すで、橋前プリン、橋前プリン勝った。これターゲットって、よいしょ、オッケー。いやこれに勝てたらでかすぎっていうので、やば、これは面白いな、マジで。思った以上に出来がいいみたいなのがあるんですね。っていう感じですね。今日ちょいと長くなったかもしれないですけど、こちら、まあ何ミラーって呼ぶかっていうと、まあトルネミラー、トルネ&プリンセス&ディガーミラーデッキですね。はい、っていうので、まあだいたい毎回こんな感じのデッキになるかもしれないんですけど、まあ主軸的なのをね、今度から入れて、まあゴブジャイだったりね、ロイジャイだったり、まあ親衛隊とか、まあないかな。まあまあまあ、三獅子だったり、まあそういった感じのね、ミラー的なやつも今後やっていこうと思うので、ぜひよろしくお願いします。で、本日あと2本、これ1本目なんですけど、まあ2本目も今日上がると思うので、2本目がまあ8時ぐらいですかね。1本目が、夕方5時。で、2本目が、夜の8時ぐらいに上がると思うんで、そちらの方もぜひ見てもらえればいいかなと思います。ということで終わります。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではバイバイ。